手っ取り城は木の国にあった日本の城。城は山城で、遺構としては石垣、堀の跡が残されている。南北朝時代、日高郡東部に鶴ヶ城を築いて、山和国から日高川の上流地域にかけてこの地を支配していた玉城大信が日高川下流の山崎城主川上即明を攻め滅ぼしてのち、山崎城の東方の源、城山の山頂に、 登城を築く。以後、玉城氏の居城となる。その後は、亀山城の湯川氏と共に、日高地方を二分する勢力を築いて代々続いた。天正十三年、橋場秀吉の奇襲進行に対し、亀山城主、湯川直春は娘婿である、手っ取り城主、玉城直和に対して同調して秀吉と対決することを申し入れたが、玉城氏はこれに従わなかった。 玉城勢は、秀吉軍に呼応し、湯川氏の所領である小松原に放火したのを皮切りに、3月21日には、湯川勢8000人と玉城勢1600人が坂の背において合戦し、玉城勢は83人が討ち死にして、手っ取り城に籠城した。三日三夜攻防が続いたところに、秀吉軍の戦国秀久、 小西幸長が数百層の兵戦と大軍を率いて押し寄せたため、湯川直春は急いで二百余命で手っ取り城を攻めて焼け払いにかかり、城は落とされて直数は落ち延びた。紀州が秀吉に平定されると直数と息子の栄治は新たに義の領主となった橋場秀長に侵入し、所領は減ったとはいえ手っ取り城主に帰り避けた。だが後に、 慶長5年の関ヶ原の戦いで西軍に加担したため戦後海域となってしまい、城は排城された。ありがとうございます。